こんにちは。いい天気です、4月の16日、火曜日ですね、今さなげグリーンロードっていうところをね、走っております。今日はね、同級生の友達とたまたまタイミングがあったんでね、ちょっと東の方へ、行こうかってことで、道の駅、どんぐり稲部、っていうとこにね、向かっております。ちょっとね、時期的にちょっと遅いか分かんないけど、桜のねなんかいいお寺があるので、そちらにね、向かっております。だいたい家を、8時半ごろ、出ましてね、現在9時12分ですね。高速を使ってピャーッと来ました。朝混むからね、サクッと、今走っております。とても、気持ちがいいですね。本日日中は23度ぐらいまでね、上がるみたいな話で、私もね今日はメッシュのジャケットを出しました。若干今ね、少し涼しい感じですが、日差しもね、あることで、長袖を今下に2枚ぐらい、着てます。一番下はヒートテックですね。で特に、快適です。これからどんどん気温が、上がれば、ちょうどいいかな。はい、今、西なんだっけな、さなげグリーンロードの西なんとかっていうパーキングエリアで、休憩しまして、再び、東に進路を取っております。何人かね、バイカーもいるね。いいね。やっぱ平日に、乗れるっていうのはね、本当にいいね。残り多分40分ぐらいで、着きます。Google 先生は、そういうふうに、言っております。では道の駅、どんぐりやぶ、ここもね温泉もあるんですね。で近くにブルーベリーがあるのかな、ブルーベリーの、農園とかあってね、スイーツもあるんで、桜見て、ブルーベリー食べて、帰りは A 段が抜けて19号で帰ってこようかなっていうね、感じで目論んでおります。ようやくトラックがどいてくれたか。現在14度でしたね今ね、電光掲示板では本当なんかちょうどいい。ただただひたすらこの辺は、豊田市でかい、昔はこんなに大きくなかったんだけど、本当にこの西三河エリアはもうほぼ豊田市みたいなね、そんな広さになっております。
これ左に行ったら明智、明智なんだね。この真ん中に出てくるマンホールがさ、ちょいちょい嫌だね。16度、本当かな。標高上がってんだけど16度だ。ありがとう。伊勢神トンネル、この心霊スポット、伊勢神トンネル暗いね。うわ、なんか10代の頃に通った霧だなこれ。30年ぶりぐらいに通るのかな。相変わらず暗いな。道悪いね。しかし一番ピンだな。ガッタガタだな俺。そこか。チェンチェンチェン。おお、いっぱい。バイクもいっぱいいるね。みんな行くのか。Thank you.
いやー、腹いっぱい。安定のね、お蕎麦をいただきました。どんぐりの里稲部からね、ここまで、道の駅ラッセイ三里まで安定の、カメラのバッテリーがなくなっておりました。はい、なので、ずっとまあ短い時間ですけど、モバイルバッテリーから、充電しておりました。まあ、この映像も何分撮れるか分かりませんけど、まあ、最後、まあ、もう帰り道なんでね、撮りたいと思います。しかし今日は天気が最高にいい。その分花粉もきつい。どうした、うん、いや本当に硫黄島で一回花粉をリフレッシュしたんだけどもうダメだねまた鼻がこれでもね、あのアルジオンだったっけな、あれを飲んでいるんだけどあんまり効かないね。どんぐりの里稲部はこの道をね、向こうからまっすぐ方向から来ました。今帰りはこれを右に曲がって帰ります。66号ですね。まあ、19号と、似た感じで並走している道ですけど、こっちの方が多分走って気持ちがいい道です。今回のね、大安寺の桜もしだれ桜もそうですけど、まあ、やっぱね、あの平地と違って少しやっぱり標高上がるから、今週ぐらいかな、山桜楽しめるのはね、いいと思います。まあ種類にもよると思いますけどね、桜の。しかし綺麗だったな、あのしだれ桜は。なんか砂ぼこりが、いやしかしあの春はね、小さいハムシが結構多くてね、メットにバチバチ跡が残ってますので、帰ってからお掃除ですね。お、19度ですね。ぽっかぽかや。確かに今日川はちょっと暑いかもしれん。帰りはもうこれ、66下って、時市あたりからね、19号に合流して、そのまま19号を帰りたいと思います。おー、これ梅かな、綺麗だな。綺麗な桜があるね。
イラー、あーもう散り始めか。何時だかな、ちょっとなんかスマホがない。2時ぐらい ?3 時ぐらい、このでも日の感じだとまだ2時ぐらいかな。暑い。あ、暑いな。まあでも今日ぐらいの陽気だったらもうね、これメッシュでね十分ですね。ただこのメッシュは黒なんでそこそこ暑いっていうね感じですか、うん、でもやっぱ今日ジーパンだけどやっぱりね、なんだろう、このここにね、膝のこうは当たるからね、やっぱ革がいいな。ちょっと痛くもないけど、やっぱこうブレーキング時とかにね、やっぱこう膝当てがあった方がいいな、うん、ジーンズはやっぱりなんだかんだでシートはまあそこそこいいんだけど、タンクはやっぱりジーンズ滑るね。いやー、ここの区間が本当にだるい。まあ土日はこんな日じゃないからね。一応こう春日井市の一番真ん中というか、もうそこ市役所があるとこですからね、やっぱ混むんだな、ここな。混むんじゃないんだな、もう多いんだよな、車がな。はい、じゃあね、カメラがね、まだ動いてるかどうか分かりませんけど、本日の走行多分これ180キロですね。とても、気持ちのいい走りができたと思いますね。いい桜も、しだれ桜ですね。ちょうどいい感じの、タイミングで来れて、五平餅も食べのね、そばも食べの、ブルーベリーの美味しいドルチェも食べの、とてもね、いい感じですね。で、まあ、サクッとこうね、道が混まないうちに帰るという、素晴らしいね、やっぱ早起きは三文の徳、という感じでしょうかね。朝は若干涼しかったんですけどね、今これ多分道路の電光掲示板がね、温度23度ですね。もうアホかと、まだ4月中旬でね、23度出しましたね。暑い。朝は一桁でしたね。朝10度ぐらいか、今日ね。一気にもう13度ぐらい上がっちゃいましたよ、これね。はい、そんな、ことで、ぼちぼち終わりたいと思います。じゃあ皆さんね、ごきげんよう。さようなら。